あの負け組負け犬の時代というのにしたんですけどあの、ま、負け犬という表現が主にあの女性界隈で使われるので男性にはあまり使われないんですけどなんかそのあの働いてキャリアを積んでいる女性は飼っていてでそのなんか家庭に入るしかなかった人が負け犬だよねみたいな表現っていうのが20年前ぐらいから割と生まれていたんですけどで,でも結果 かとししてて果たしてどっちが幸で、あの、勝ち組、負け組っていうのも、あの、バブルの後ぐらいですかね。なんか、まあ、これも20年前か30年前ぐらいから言われるような言葉なんですけど、その、経済的に勝っている人っていうのが勝ち組で、まあ、そうじゃない人が負け組だよね、みたいな感じの表現っていうのが、割とずっと、あの、あったんですけど、 で、あのー、ここのところ、その、なんか、勝ち組と言っている人、勝ち犬と言っている人が本当に少なくなっていて、で、実際はその、負け組だったり、負け犬で、まあ、負け犬にもなれない人が結構いるんですけど、まあ、置いといて、で、そっちの方がだんだん増えてきて、それが主流だよねっていうのが、割ともう、こう、当たり前のようになってきた気がするんですけど、で、あのー、そもそもも論、日本人で、 その勝ち組のような形になれるのってものすごくレアだよねって話だと思うんですよね。 あのやっぱ下克上っていう言葉が戦国時代に生まれてきたんですけどわかりやすい例でいくとあの豊臣秀吉さんとかがもともと農民の次男か,かなんかで張り売りかなんかやってたんですけど織、まあ、田信長に気に入られてとんとん拍子で武将になって大名になってで関白まで上り詰めましたっていうのが割とその庶民でも頑張れば天下のところまで行けるよねっていう成功例として。 言われるようになってたんですけど、あのたった一人なんですよ。<laughs> であの、大体の大名、例えば織田信長とかも、あのじゃあなんで織田信長が強かったのかっていうので、織田家がもともと結構優秀だったって話なんですよね。 あの、土地の面積としては少ないんですけど、ただあそこら辺の伊勢の周りとか、その抑えてる地域とかで結構貿易がうまくいっていて、で、あの、小田家ってその国高はそんなにないんだけど、実は金結構持ってたよね、みたいな話もあったりして、で、一応そこの御蔵市である小田信長さんなのでそんなにうまくいったよね、みたいな話だったりとか、まあ徳川家康も言うてもあの徳川家だよね、っていうところもあったりするので、ただあの、下国城って実はあんまりないんですよ。 あの、その、破つが孤六とかいるんですけど、で、それもあの、ま、信長の下の武将、まあ、その前で言った斉藤家ですけど、そう、斎藤家の下の武将とかっていうので、一応いるんですけど、ま、三族上がりとかでいるよね、みたいな。 で、あの、まあ、武将上がりでいくと、北条総雲、まあ、その足利家周りとかで行くと、多少はその、あの、なんか武士から登りましたっていう人もいるんですけど、まあ、基本的にやっぱりどこも、なんだかんだ言ってそれなりなお家柄のあるところの人が出世してるよねっていうのが、もともと日本そうだったんですよ。で、まあ、それが多少ずれましたよねっていうのが戦国時代なんですけど、じゃあその後江戸時代になって、まあ、下国者なんて全くなくなったんですよ。 まあ、武士は武士、農民は農民、商人は商人とか確定してますと。で、その後っていうのも、あの、まあ、あの普通にこう、明治時代とかになっても、別に、あの、そんなにその農民が、なんか、成り上がるぜっていうのはなかったんですよね。で、戦後に、あの、まあ、マッカーサーさんが来ましたとかで、戦後の混乱の時に、じゃあ、その原宿とかの土地を、ここ俺の土地って言った人とか、その縄引っ張って、ここ俺の土地って言ったヤクザとかが、多少伸びたとかはあるんですよ。 なので、その、混乱が起きた時期に、多少、その庶民で、あの、ま、その、それなりのあの、なんか幸せな経済的ポジションを取った人がいますよっていうのがいるだけで、基本的には日本の歴史って、大体、あの、庶民は庶民のまま死ぬんですよ。新選組あるやんって書いてあるけど、新選組って別に、あの、合図藩に雇われていた、ただの武士なんで、別にあの、新選組の人たちがそのまま大名になっていなくなりましたって話は全然ないので、ただの公務員ですよ、言うなれば。 っていうので、で、その、まあ、IT バブルとかの時代に、割と庶民側の人でいきなり金持ちになる人っていうのが出てきたんですよね。その、僕だったり、堀江隆文さんだったりとか、あの、グリーンの田中さんだったり。で、これもごく一部の話で、要はネットバブル初期っていうのは、ネットをやってた人がいませんでした。で、まともな大きな会社っていうのがネットをやりませんでした。だから、その個人でたまたまうまくいった人がいますよっていうんですけど、じゃあその、今の、 そのなんか2020年代とかで IT でめちゃめちゃうまくいった若者いますっていうと、あの、あ、そういう人もいるよねみたいな感じで、みんなが知ってるようなサービスを作った20代っていないんですよねほとんど。まあ、あの、一人か二人で逆さまると思うんですけど。 じゃあ、その、IT で有名な若手の人の名前挙げてくださいって言うと、あの、落合陽一さんとかってくるんですけど、落合陽一さん、その、自分の頭の良さで、筑波大学に行ってる人なんですけど、言うてもあの人、親めちゃめちゃ金持ちですからね。な <laughs> ので、一応なんか、あの、麻布だっけ割とあの、私立で、もともとあの、お金のあるような家で生まれて、まあ、勉強して、で、いろんな環境もあって、まあ、うまくいきましたよっていう人がいるぐらいっていう。 よささんんんんはっっててうんででが本当にうまくいいのか僕知らないんですよね世 <laughs> の中って自称お金持ちの人っていうのはいっぱいいるんですけどあの本当に金持ちで金を持ってるっていうのを証明きちんとしたい人ってあんまりいなくて例えばあの青汁王子さんっていう人がいるんですけどあの人脱税で捕まってるんですよいや脱税で捕まってる金持ちは本当の金持ちなんですよ で、あの、JCOM 男と言われてる、あの、株式投資をやってる人とかは、あの、たまたまその JCOM 買った時とか、キャハバルのビルを買った時とかに、その名前が出てくるので、あ、本当の金持ちだよねってなるんですけど、なので、その、金持ちとして名前が出たことがない人で、自称金持ちっていうのが本当に金持ちかどうかっていうのは確,信確認のしようがないので、僕はそこら辺の人たちを基本スルーするようにしてるんですよね。 であのテスタさんが金持ちかっていうと、あの金払いがいいので金持ちだと思ってます。はい、<laughs> まあ置いといて。で、なので、勝ち組負け組みたいなのでいくと、実はあの日本人っていうのは基本的には全員負け組が多かったっていう、まあ、庶民ってそういうもんだよと。でじゃあ、負け組が不幸なのかっていうと、別にそういう話でもないよねっていう気がするんですよね。 最近ちょこちょこ言われるので実感はないんですけどあの割とそ,のあのそんなにこうなんかあの儲けてやるぜっていう感じを出してないひろゆきっていう本の,あの人の本がやたら売れたりとか,なんかそのひろゆきブームできたものが起きているみたいなことを言われることがちょこちょこありで結局勝ち組的な人の対比として僕が取り上げられることが多い気がしてるんですよね。 そのなんか、あの、儲けてる俺かっこいいよね、どんどん努力しようぜ、輝こうぜ、ブイブイ言わせようぜ、ウェイウェイ言わせようぜっていう人たちが、結果として、なんかあの、西麻布界隈で、ブイブイ言わせた結果、どんどん没落していくっていうのがあって、で、その、そうじゃない派の人たちっていうのがあまりに少なくて、あの僕がまあ、その子どもの頃というか、20代ぐらいの頃に、あのダメレンという人たちがいたんですよね。 その、阿佐ヶ谷とか杉並区界隈にいる、あの、基本的にはそのなんか、無職とか無職に毛が生えたとか、生活保護の人たちっていうのが、俺たち金はないけど楽しく暮らそうぜって言ってる人たちっていう。で、そちら側の方が、実はあの、人間というか日本人としては主流だと思うんですよね。今その、日本人としていくら真面目に頑張っても、めちゃめちゃ儲けることはまずないよねっていう、至ご当たり前の話なんですよ。 なので、その、なんか、一生懸命頑張って給料を上げるより、その、なんか、あの、節約して幸せに暮らした方がいいよねとか、その、なんか、あの、めちゃめちゃいいレストランでめっちゃ金使うより、なんか、家で自炊して、美味しく食べ物を、まあ、家でね、作って食べた方がいいよねとか、卵が美味しいよねっていう派閥の人たちがあまりに人間、人数少なすぎて、結果としてその、なんか、あの、僕的な人が取り上げられることが多すぎて、で、今のところ、僕的な人で、あ、この人多分同じタイプだなと思ってるのが、 ひろゆきっていう人とおごらレイヤーさんの人とあとあのレンタル何もしない人っていう多分この3人があの多分同じ感じなんですよね。融合したらどうなっちゃうんだっていう、ね、あの無職が生まれるだけだと思うんですけど。っていうのでなんかその世の中というのが実はその,あの頑張ろうぜっていうその強気な人たちのそのは。 伝統、まあ、者でいうミノワさん的な,な,んなんブイブイ言わせるような社会というよりもどちらかというとそのあの、まあ、僕の本を書いている「ダイヤモンドの種岡さん」という人があの、まあ、そのニートのプログラマーの人の本とかも出してたりするんですけどそういう感じでどちらかというとその世間的にはすごいあの人幸せって言われない人っていう方が実はその何か焦点が当たるような時代になってるんじゃないかなと思うんですよね。